わあ、すげえ。前のまんまだ。普通魚は黒いじゃないですか。鳥に襲わないように上だけ黒くしてるんですけど、はい、のところにいるので、白と白なんですね。そう、白くキラ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 させることで、逆に鳥からも見えづらかないように。大海原に住む魚は海の青色に同化するため背中が青い。一方、シロギスは体を白くすることで砂に紛れる。さらに危険を感じれば、そんなかくれんぼの達人を見つけられたのも、これだから多分見れたんだと思います。そっか、真上に来て観察することはまずいですね。初めて。いや、なんかすごい楽しいな。車が見えた。砂地があるっていうのも一つ良かったんですよね。そういうことですね。大事ですよね。だから東京湾なんかもそうなんですけど、減ってきてるんで、どんどん。いや、だって昔あそこ砂浜ですよね。すごい。超レアな東京湾近いこれ。
が多分